料配布決定。受け取り方法に関しましては、1、この動画にコメント、コメントは何でもいいです、絵文字とかだけでも大丈夫です。2、チャンネル登録とこの動画に高評価。3、この動画の概要欄にあるリンクから私の LINE を追加して、キーワードフラッシュとカタカナで私の LINE に送ってきてください。この条件を達成した方のみにお渡しさせていただきます。ちなみに100名様限定となっておりますので、早めのご参加お願いします。こんばんは、元銀行員トレーダーのかなこです。早速本題に入っていくのですが、先にお伝えすると、今日の動画は盛りだくさん、非常に濃い内容となっております。目次はこんな感じです。1、そもそもバイナリーオプションで稼げない原因って。2、フラッシュシステムの紹介。3、挿入方法。4、使用方法、エントリー条件について、プラスアルファ NG トレードも。5、この手法を使った実際の私のリアルトレードを大公開。今回の手法は非常にシンプルとなっているので、バイナリーを始めたけれどずっとマイナス続き、今年始めた初心者さんでも、トレードに時間が取れない方や、パソコンに張り付いているのが苦手な方でも、全員面白いくらい勝てるようになっちゃいます。この動画を飛ばさずに必ず最後までご覧いただき、完全マスターしてください。そして何度も何度も見返していただけたらと思います。1、そもそもバイナリーオプションで稼げない原因。突然ですが、最近よく私の LINE の方に、バイナリーで全然勝てないですとよくご連絡をいただくことが多いです。そもそもエントリー条件をしっかり理解できていますか？条件は理解したけれど、全くエントリーポイントが来ないので疲れちゃう、そんな方もいらっしゃると思います。エントリー条件が難しい割にエントリーポイントが全然来ないし、やっと来たと思ってエントリーしても全然勝てないなんて状況を経験したことのある方、きっと多いですよね。実はこれ、気づいていない方が結構いらっしゃるんですが、こうしたお悩みには共通して明確な原因があります。その原因とは、手法を使う際のストレスポイントの多さです。これは言葉通りの意味で、手法を使うときにめんどくさい、しんどい、大変だなと感じてしまうポイントが多いということです。こうしたストレスポイントが多い手法を使ってしまうと、全然違うところでエントリーしてしまい、損失続き、待ちきれず早まってエントリーしてしまい、勝てないイコール不循環になってしまうということです。それを全て解決することができるインジケーターフラッシュシステム、勝率とエントリーポイントのバランスの良さ、エントリーポイントが多い、この動画をご覧いただいた方、100名様限定無料プレゼントを決定しました。こちらのフラッシュシステムは価格の行き継ぎを図ることができます。価格の上下にエンベロープのようなチャンネルラインを表示、ラインを超えたところで逆張りの矢印が出てくれるサインツールです。これだけってくらい超シンプルなインジケーターなので、初心者さんでも簡単に使いこなせるかなと思います。これ以上バイナリーで負けたくない、大きな利益を出して今の生活から脱却したい、時間もお金もどちらも欲しい、このような方は特におすすめできるツールなので、ぜひぜひフラッシュシステムを使っていただけたらなと思います。はい、ではまず事前にですね、このフラッシュシステムを使用し勝率報告をしてくれた方、感想を送ってくれた方の一部の声を3名様ほどですね、厳選して紹介していきたいと思います。まずは未来さんです。お疲れ様です。フラッシュシステムあれから使わせてもらってます。今週は4万円プラスでした。そろそろひまわりゲットできそうです。これからもよろしくお願いします。はい、次に風春さんです。システム使って利益こんなに出るとは、バカにしてるわけじゃないですが甘く見てました。ありがとう、頑張ります。はい、そして K さんです。かなさん、フラッシュシステム前に使わせてもらってます。先週すごくいい結果だったので美味しいランチへ行ってきました。これからもたくさん贅沢します。はい、とのことで一部ですが、こんなにも嬉しいご連絡をいただきました。3名様とも掲載許可ありがとうございました。これからも引き続き一緒に頑張っていきましょう。はい、では早速ですね、フラッシュシステム挿入方法から解説していきたいと思います。まずですね、私の LINE を追加していただきですね、受け取り方法を確認していただいて、ギガファイル便でインジケーターをお渡しいたします。ギガファイル便にカード番号を入力する過程などは一切必要ないです。ダウンロードボタンという箇所ですね、こちらを押すのみです。稀に携帯からダウンロードを試みていただく方がいらっしゃるのですが、基本的にインジケーターはパソコンにですね、 MT4 に取り入れていただくものになるので、パソコンからのみダウンロードをお願いします。携帯ではダウンロードできないのでお気をつけください。
はい、そしてダウンロードが完了後ですね、導入手順としては XM の NT4 のデモ講座にてファイルからデータフォルダを開く、そして MQL4 を選択しインディケーターと進んでいただけたら、出た欄にデータをドラッグ&ドロップで入れて XM を再起動、起動したらまた XM の挿入からインディケーターカスタムと進むと、先ほど入れたインディケーターフラッシュというのが入っているので、そちらを選択して全般の欄すべてにチェックを入れて OK を押せば問題なく導入ができます。使用の許可をする箇所のチェックマークを必ずつけるようにお願いします。そしてですね、よくこの過程を進めたのにインジケーター見つからないなどご連絡いただくことが非常に多いんですけれど、高確率で再起動の過程が抜けている方が多いです。必ず再起動を行ってから確認をお願いします。はい、では早速このフラッシュシステムのエントリー条件を解説していきましょう。 MT4 側が5分、ハイロー側が15分の設定を推奨としております。直近の価格に重みを置いているので、通常のエンベロープとかよりも価格追従性が異常に高い特徴があります。ちなみに非常にシンプルです。上下のバンドを突破して価格が内側へ戻ったところで矢印が出ます。矢印はこちらですね。ではまずハイエントリー条件からです。画像で説明するとここの箇所ですね、条件達成しているので次足でハイエントリーです。赤の縦線引いてある次足ハイエントリーで無事勝つことができております。次にローエントリーです。画像で説明するとここの箇所です。赤の縦線引いてある次足ローエントリーで無事に勝つことができております。え、これだけって思った方、これだけなんです。さらに強力な手法でも使えるので、いつも使ってる手法にプラス1でも、かなこが使ってる手法として単体でフラッシュシステムを使用していただいても問題ないです。ちょっとイメージが湧きにくいよっていう方いらっしゃると思うので、ここからは私の実際のリアルトレードをお見せしていきます。最後まで飛ばさずにお願いします。はい、ではハイエントリーから説明していきましょう。こちらですね、ここで条件が達成しているのでこのままハイエントリーをしていきます。ハイロー側は15分取引選択で残り4分になったらエントリーをしてください。5、4、3、2、1、0。はい、エントリーしました。結果が出るまで早送りしていきます。はい、無事に勝つことができております。今回は2万円でエントリーをしたので1万7000円の利益を獲得です。はい、次にこちらもですね、ハイエントリー条件達成しておりますのでこのままハイエントリーをしていきます。5、4、3、2、1、0。はい、エントリーをしました。結果が出るまで早送りをしていきます。はい、今回も無事に勝つことができております。今回もですね、2万円でエントリーをしたので1万7000円の利益を獲得です。はい、次にローエントリーです。ローエントリーはこちら条件達成しているのでこのままエントリーをしていきます。同様にハイロー側は15分取引選択で残り4分でエントリーをしてください。5、4、3、2、1、0。はい、エントリーをしました。結果が出るまで早送りしていきましょう。はい、今回も無事に勝つことができております。今回も同様2万円でエントリーをしたので1万7000円の利益になりました。この数十分で3戦3勝、合計5万1000円の利益になりました。動画撮影のためにこの後も2時間ほどですねフラッシュシステムを使ってみたのですが、最終的には8勝2敗、無料で使えるツールとしては十分すぎるツールだと思います。いかがでしょうか。これでエントリーのイメージがより深まってくれたかなと思います。正しく使っていただければ誰でもこの結果出せるのですが、使い方を間違えてしまうとこういった結果も出ず、資金がどん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 減ってしまう原因になります。この手法を正しく使っていくというのがとにかく大事なんです。そこでこのインジケーターでトレードをしていく上で起きてしまいそうな NG トレードを先回りしてお伝えしていきます。当前にやってはいけないトレード方法を理解していただければ負けをより減らせると思うので、利用する前に必ず見てください。NG 行動というのが完全に突き抜けてない状態での矢印が出た場合、そのままエントリーをしてしまうと勝率がぐんと下がってしまうので、
勝率をより上げたい方は矢印が出てプラス突き抜けてるのを確認してからにしましょう。ぜひこちらも参考にしてみてください。はい、最後まで視聴していただきありがとうございました。成功する方法が知りたい、こんなシステム絶対使いたい、短時間で大きな利益を出したい、司法迷子から1日でも早く脱却したい、結局何の手法を使えばいいかわからない、そんな方は必ず受け取りをお願いします。そんな受け取り方法に関しましてもう一度復習していきましょう。1、この動画にコメント、コメントは何でもいいです、絵文字とかだけでも大丈夫です。2、このチャンネル登録とこの動画に高評価、グッドボタンをお願いします。3、この動画の概要欄にあるリンクから私の LINE を必ず追加して、キーワードフラッシュとカタカナで私の LINE に送ってきてください。この条件を達成した方のみお渡しさせていただきます。100名様限定なのでお目覚めに受け取りをお願いします。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。投資は何々に関してわからないことがあれば絶対にそのままにせず、お気軽に私の LINE にメッセージを送ってきてください。厳しいことをたびたび言ってしまうかもしれないですが、わかんないことをそのままにする人、そもそも聞けないっていう人は稼げない人です。私の動画を見てくださっている皆様にはそんな稼げない人にはなってほしくないです。なので絶対に私に聞いてきてください。どんなことでも大丈夫です。ファイナリー以外でのメッセージでもどしどしお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。